こんにちは、フィーフィーです。今年はオリンピックイヤーということもあって、まあちょいちょいこの動画でもスポーツに関することも出していこうかなと思っています。でね、結構エジプトと日本のいろいろなこうつながりがあるんだよみたいなことをこう発信して、動画で発信すると結構好評なんですよ。ということで今回もちょっとエジプトと日本のことを、ちょっと紹介しようかなと思ってる。エジプトと日本の絆、それがなんとこう柔道で結ばれているんだよと、受け継がれているんだよと、柔道がつないでいるんだよと、非常になんか心温まるエピソードがありますので、今日はそのお話をしようかなと思います。1984年ロサンゼルスオリンピックの柔道男子無差別級決勝で優勝した山下泰裕選手。山下選手って皆さん多分知っていると思うんですけど、結構オリンピック委員会なんかにも絡んでいたので、ニュースなんかでもよく見かけたとは思いますけど、すごく当時から偉大な選手だったんですね。結構メダルを取っていて、この選手と当時このロサンゼルスオリンピックでですね、対戦した相手がエジプトのモハンマド・ラシュワン選手。今は64歳ですけども、この人が対戦するわけです、決勝で。この選手の話をしたいんですけど、実はこの選手って昨年日本に来日した際に、昨年の春に天皇陛下から叙勲で旭日短考賞というのを受賞されてるんですね。なぜ受賞したのかというのは、この36年前のこのロサンゼルスオリンピックの決勝戦での試合が、まあ、この試合ってね、すごいの、国際フェアプレー賞っていうのにも選ばれるぐらい、本当に今にでも記憶に残るほどの名勝負って言われてるんですけど、この、まあ、歴史的な一戦に貢献して、活躍した選手なので、じゃあ実は何があったかっていうのを、まあ、説明していきたいと思います。1984年のロサンゼルスオリンピックで男子無差別級で優勝候補、当時優勝候補だった山下選手、なんと決勝前に足を怪我してしまうんですよ、右足を。でそうなると、まあ状況はこの山下選手には完全に不利な状況になっていたんですけれども、それまでに国際試合でもう5個の金メダルを取っていた山下選手なので、もうどうしても負けたくないというか、もう国民の期待も大きくて負けられない試合だったわけです。で、試合がスタートしますが、この試合がスタートしてすぐ、もう見るもの全てをもう驚かせたことが起きたんです。このモハメド・ラスワン選手は試合が始まっても、その右足を負傷してるわけですから、相手がすごく有利にあるのにもかかわらず、なかなか勝ちにいかないんですよ。要するに足を攻めればいいわけですけど、ラシュワン選手の決意、もうこれは決して揺るぐことがなく、怪我を負っているこの山下選手、対戦相手に対して勝つために絶対激しくぶつからないようにっていうふうに考えていたと。なのでラシュワン選手は山下選手の右足を決して狙おうとしなかったんですね。で山下選手も、この選手多分憧れの選手じゃないですか。でこの人を倒したらそれこそ名前が上がるにもかかわらず、彼はあえてそれをしなかったと。彼はこれはもう柔道の精神、柔道っていうものを多分彼がその体を鍛えたりこうスポーツっていうだけのものとは考えていなくて、この武道というなんかこの精神っていうものをすごい大事にしていたんでしょうね。これは相手の弱いところを狙うということ、この行為、この姿勢自体がフェアプレーというものに反すると考えていたと。なので実は試合後に、彼は試合直後のインタビューではこう答えているんですよ。私の信仰もモラルもどちらも私をそうさせなかったと、そういうふうに狙おうというふうにさせなかったんだよというふうに彼は答えているんですね。まあ、結果山下選手はラシュワン選手を破って金メダルをもちろん取ったんですが、このラシュワン選手のそのスポーツマンらしい姿勢っていうのはもう世界中の人に称賛をされたと。で彼は去年のその旭日短考賞を取った時に、当時の試合のことを振り返ってこんなことも言ってるんです。いつの日かね、自分がやっぱり山下選手が怪我をしたから勝ったんだよなんていうことをやっぱり言われたくもなかったんですよと。
やっぱりその時に勝ってしまうと相手が弱ってたから勝ったんでしょ、やっぱりちゃんと本当の勝負の中でやりたかったんだっていうような感じのことを言っていると感動しますね。スポーツマンですね。あの敗者にスポットライトが当たる試合っていうのはまあたびたびありますけれども、これもまた一つあのオリンピックの出来事の一つとしてずっとこう語り継がれるようになったこの出来事にはなりました。ラシワン選手1992年に引退をして、その後エジプトへ戻って柔道の普及に貢献しています。今でもこういろいろなこうオリンピックなんかでも見ると、結構多分中東の選手、それこそエジプトの選手ってすごく柔道強くなって、あのなかなか金メダルというかメダルを取れるエジプトっていうのは、まあ、スポーツ後進国はアフリカだったのもあるし、お金もなかったのもあるんですけど、後進国のイメージです。なのにこう柔道だけは結構メダル狙っていけるんですよ。これかなりこうラシワン選手が貢献していたんだなということが分かると思います。なのであの柔道の国際大会、それこそ世界柔道って結構エジプトで行われることも多くて、私の友達でもこう柔道あの結構国際大会に出るような方いるんですけど、エジプト行ったことあるよっていうね、なんでって言ったら、遊びに行ったのかなと思ったら、いやいや試合で行ってるんだよねなんて、あの彼の貢献はすごいみたいです。であの現在はエジプトの柔道連盟の一員で、国際試合なんかあとオリンピックでも審判員を務めてますので、あの今度のその2020年の東京オリンピックの際は本当に柔道の試合の時はよく見ていただくと、もしかしたら彼がそのラッシュワン選手あの出てきて審判員を務めている可能性もあるので、本当にこのエピソードをちょっとこう頭に入れとくと、また違った見方できて面白いのかなと思います。私そういえば飛行機の中でエジプトのカイロ行くときにラッシュワン選手にも会ったことあるんですけど、実は奥様は日本人なんですよ。で子供たちもいらっしゃって、であのエジプトで育てているんですけれども、奥さんが日本人の影響もあるし、結構こう日本のドラマとかあのアニメなんかも慣れ親しんでいるらしくて、日本語もできるそうです。で 彼はその自分の子供に礼儀や正直さ、それこそ献身的なスピリッツ、もうこれは日本からその柔道から学んだ、日本から学んだこともあると思いますけど、こういった生き方を伝えているそうです。山下さんのことを偉大な柔道家でもあり友でもあると尊敬しているラシュワン選手ですけれども、こんなことも言っているんですね。銀メダルに終わったけれども、もっと大事なものを取ったと。日本との友情が永遠に続くことを願っていると。もうなんか本当に泣きそうなんですけど、あのこの精神、本当にこの気持ちっていうのがあの人々に届いてもいると思うし、あの割と私はこうこの1984年の出来事なのでね、私の世代ぐらいでもこの話って知らない人が多いんだけども、私がエジプト人ですよっておじさん世代になんか言うと、あのラシュワン選手は良かったねって、いまだに50代ぐらいから上の人たちはみんなこの話を知ってるんですよ。だからあのなかなか若い人たちはこの話知らないと思うんで、今回あえてこのエピソードを紹介した、あの皆さんぜひこう語り継いでほしいなって、それもこう日本とエジプト柔道でつなぐ絆としてすごくあの大切なことだと思うので、あの2020年もうすぐね東京オリンピックがどんどん差し迫ってきて楽しみなんですけれども、本当に今度はどんな感動が、そういうドラマが生まれるか、これもまた一つの楽しみだと思いますので、なんか皆さんで盛り上げていきましょう。ご意見あれば、全然コメント欄にどんどん入れてください。あとフィーフィーのチャンネル登録お願いします。みんな見てくれてありがとう。フィーフィーチャンネル登録してね。